ゲーム業界。四人の守護女神が国を守護する。こことは異なる次元に広がる世界。女神ブラックハートが統治する国、ラステーション。女神ホワイトハートが統治する国、ルイ。女神グリーンハートが統治する国、リーンボックス。そして、女神パープルハートが統治する国、プラネテューヌ。どの国も何度となく滅亡の危機に瀕してきたが、四人の女神たちは手を取り合い、ゲーム業界を守り抜いてきた。そして、現在。四人の女神たちは、とある新作オンラインゲームのベータテスターに選ばれた。そのゲームとは、自分そっくりに作ってみたけど、これはなかなかハマってるんじゃないかな。だってカンガルーのように飛んだり跳ねたりブンブン剣を振ったり、操作は快適そのものだね。さてと、じゃあ早速自己紹介しておこうかな。私の名前はネプテューヌ。プラネテューヌっていう国の女神で、このシリーズの主人公だよ。と言っても、四女神オンラインでの私は騎士見習い、女神のお仕事はお休みってことで、今日から一緒にこのゲームを始める3人と待ち合わせしてるところなんだけど、みんな窓かな。集合時間に遅れないのよね。ブラも資材なんだ。なんだかナースっぽくて新鮮だね。ゲームは前衛色で遊ぶことが多いから、たまにはこういうのもいいと思って。ねえ、その私の衣装はどうかしら。ノワールは黒騎士なんだ。もしかして聖騎士の私に対抗意識を燃やしてたりする？別にそんなんじゃないわよ。でもネトゲの立ち回りだってネプテューヌには負けないんだから。まあ皆さん、もうお揃いでしたのね。もしかしてお待たせしてしまいました？私は不妖術師エンチャッターですわ。状況に応じて有利な属性をつけることができる唯一の職業なんですのよ。武器はレイピアなんだ。リアルではノワールが剣で、ベールが槍だけど入れ替わってるんだね。やはり皆さんゲームの中では結構イメチェンしていますのね。職業バランス的にもなかなかいいパーティーになりそうですわ。私の負けにはノワールのツッコミが必須なのかも。みんなも
次はブラン、雪国ルリーの女神をやってるよ。読書が大好きで、普段は物静かなタイプだけど、キレると誰にも止められなくなっちゃうんだ。あとは控えめな胸のサイズを気にしているわよ。ルリーの紳士たちはだがそれがいいって感じみたいだけどね。最後はデール、おっとりした難易度に反して私たち4人の中でも群を抜いた超ハイパーゲーム配信なんだよ。見ての通り圧巻サイズですごくお姉さんキャラっぽく見えるけど、なぜかこの中では唯一妹がいないんだよね。そんなベールはリーンボックスの女神なんだ。温かい5000円をよろしくどうぞ。ネプテューヌ、あなたさっきからどこに向かって話してるのよ。それにぼっちがどうとか聞こえたけど。おい、何が控えめだって。妹、今妹とおっしゃいました。え、気のせいだよ、気のせい。やだなもう。本当かしら。ほらほら、おしゃべりはこのぐらいにして、早くチュートリアル終わらせちゃおうよ。おっと、あっちに看板が。あ、逃げた。待ちなさい、ネプテューヌ。ネプテューヌの言う通りですわね。早く今回のバトルにも触れてみたいですし。ほらほら、ブランも先に進みましょう。まったく、相変わらずね。私たち普段は国同士で競争することも多いですけれど、この世界ではみんなで仲良く楽しく遊べますわね。パーティーは運命共同体、抜け駆けはなしですわよ。私も誰かが困っている時には必ず手を差し伸べますわ。私はむしろベールこそが一番抜け駆けしそうに思えるんだけど。私もそう思うわ。ベールのプレイスタイルについていけるかはちょっとわかんないよね。あ、私逃げすとこは無理だから、そこんとこよろしく。ご安心なさって、今回に限ってはガチ攻略やトップランカー狙いはいたしませんわ。純粋に新しい世界を冒険し、ネトゲ仲間を増やし、このゲームの魅力を広めていく、それこそが四女神オンライン運営からアーリーアクセス権限付き招待券を頂戴した私の責務と心得ておりますわ。驚いた。あのネトゲ廃人のベールがガチ攻略をしない。私も開いた口が塞がらないよ。のんびり遊ぶ方が仕事の息抜きになると思うし、身内で競うようなゲームでもなさそうだし、私はベールの意向を尊重するわよ。ええ、ありがとう、ノワール。というわけで、肩肘張らずに楽しみましょう。今回のエピソードは、今までの四女神オンラインとは舞台から違っておりますの。ここは私も初めて冒険する世界ですし、ベータテスターは私を含め全員レベル1。なんだかとっても新鮮でワクワクしますわ。お、あれかな、チュートリアルのイベントポイント発見。わー、いい眺めじゃない。なんだか観光に来たような気分だわ。いよいよ新しい冒険の始まりね。さあ皆さん、四女神オンラインの新たなる地平を目指してレッツゴーですわ。おー、伝説的な魔王が降臨した。君も一緒に
ちゃんと遊ぶのって久々だわ。どんなストーリーなのかしら。今回のエピソードは新しい舞台と言っていたわね。ダンジョンもベールがいつも遊んでいる四女神オンラインとは違っているの？ええ、その通りですわ。私も土地勘ゼロですけれど、それもまた楽しみにしている要素ですの。見渡す限り手つかずの世界。ゾクゾクしてしまいますわ。こういうシチュエーションが一番楽しいよね。新しい出会いもあるかもだし。私も同意見よ。新しいお友達ができるのもオンラインの醍醐味よね。私は基本的に身内で遊んでいたい派だけど、気が向いたら辻ヒールでもしてみようかしら。この先できっと他のプレイヤーさんにも会えるよね。よーし、進んでいこう。ああ、誰かいるよ。チュートリアルの受付さんかな。冒険者の皆様方、はじめましてです。私のこの世界、アルスガルドを守護する女神様によって皆様を導くために使わされたロイヤルガイストです。まずは一人の語り部としてこの世界のことを。あらあらあら、まあまあまあ、なんてなんて可愛らしい女の子ですの。あなた、私の妹になりませんこと。鼻血吹いてるじゃない。くっ、何が大変大変だ。いや、落ち着け。落ち着くのよ。私、こんなことで動揺していてもって、ちょっと待って。 NPC なのにプレイヤーの行動に反応しているの？お気づきになりましたわね。これも私が楽しみにしていた要素の一つ。自己学習を行う高性能 AI を搭載した NPC とのコミュニケーションシステムですわ。ゲームの中のキャラクターと普通におしゃべりできちゃうってこと？何それ、すごい。会話 AI って言ったらプラネテューヌの得意分野だし、多分これあなたの国の技術だと思うんだけど。気を取り直します。
をして冒険者様たちにこの世界のことをお伝えします。遥か昔、何もない世界に4人の女神様が深海から降り立ちました。運命を司るパープルハート、繁栄を司るブラックハート、秩序を司るホワイトハート、豊穣を司るグリーンハート。この4女神様は世界を創生し、アルスガルドと名付け守護しています。星や動物、人間、すべての生物がこのディーン・ヴェルデから生まれたと言われています。約1000年前に魔王ジェスターがディーン・ヴェルデの力を奪いに魔界からアルスガルドへ侵攻してきました。女神様たちは立ち向かい、魔王以上の力を使った女神様たちはアルスガルドの存在をとどめることが困難となり、神器を生み出し残りの力を込めました。女神様たちはその時代のロイヤルガイスト、私のヒーヒーヒーおばあ様に再び世界の危機が訪れた時、女神の加護を受けた者が現れるでしょう。そのものに神器を渡し、私たちを呼び起こしてください。それまではあなたたちが神器を守護するのです。かつて深海にて眠りについたと言われています。私たちロイヤルガイストは代々この言い伝えを守ってきました。そして今、女神様の加護を受けた者が現れたのです。重要な施設のようですよね。
心しましたわ。今はまだ出会ったばかり。これからじっくり信仰を深めていきましょうね。お手柔らかにです。ごめんなさいね、ブーケちゃん。このお姉さんのことは全然気にしなくていいから。そろそろベールには口を閉じてもらって、先へ進むとしましょうか。名残惜しいですけれど、仕方がありませんわね。目指すはウィシエルの大聖堂ですわ。そりゃ張り切って出発だよ。ブーケちゃん、また会おうね。Yeah!
操作もだいぶコツがつかめてきた気がするよ。お客様が近くにいるようですよね。ボス戦突入ってこと？やったー！まあ最初のダンジョンだし、なんとかなるよね。ええ、チュートリアルのボスなんて素手で十分ですか？はいはい、玉もついてるが、しっかり戦ってちょうだい。ボスなら私も殴りに行きたいところだけど、ひとまず支援の方を頑張るわ。皆さん、準備はよろしくね。さあ、行きますわよ。そうだね、行きますわ。
これぐらいはほんの朝飯前ですわ。さて、冒険者の拠点ウィシュエルまでもう少しですわよ。プリンタイム。ウィシュエルに到着。冒険者の拠点っていうだけあって、パッと見た限りでもいろんな施設があるみたいね。ショップの売り物なんかも一通り見ておきたいわ。チェックポイントの大聖堂に行くのもお忘れなくですわよ。あ、早くブーケちゃんにお会いしたいですわ。先に大聖堂でイベントを消化してからゆっくり街を見て回るというのもありね。順番は任せるわ。じゃあ私が決めちゃってもいい？さて、どうしよっかなーと。今までどんなネトゲで遊んでいたの？あんまりそういう話出たことがないけれど。PC 用のはあんまりやり込んでないかな。今までで一番ハマったオンラインゲームも家庭用のゲーム機向けだったしね。懐かしいな。アイテムドロップの確率が低すぎて大変だったの。自力で拾ったレア武器をチート扱いされた思い出があるよ。そのゲームは結構前にサービスが終わっちゃったけど、続編とか4女神オンラインもちょこっとだけ遊んでるよ。普段は？私が時々遊んでいるのは有名 RPG を元にした MMO よ。優しい作りだから子供のプレイヤーも多いわ。少し前までルビーの公務が忙しくてなかなかログインできずにいたけど、それにしばらくはこっちで遊ぶと思うから。ふーん、それなりに遊んではいるわけね。私もリニューアルをきっかけに始めた MMORPG があったんだけど、ここ最近ラステーションの新ハード準備で忙しくなっちゃって。前はその前身タイトルを結構遊んでいたわね。前身タイトルというとあれね。実は私もこっそり遊んでいたことがあるわ。ベールはもちろん四女神オンライン本編だよね。今上がったタイトルはどれもプレイ済みですわ。あとはワールドブレイクオンラインですわね。いいえ、だったというのが正しいでしょうか。ああ、最近サービス終了した大型タイトルのあれは嫌な事件だったわね。メンテナンスに失敗してそのままサービス終了、さらに運営会社もなくなったとか。育てたキャラクターとかも全部なくなっちゃうんだよね。私も某ゲームが終わった時は悲しかったよ。残るのは思い出だけですわ。私あのゲームの世界観が大好きで四女神オンラインと同じくらいハマっていましたのに。ダメですわ。この話はこれ以上いけませんわ。話を戻しましょう。皆さん、ネトゲは久々ということですわよね。わからないことがあっても私が手取り足取りを教えて差し上げますから何にも心配はいりませんわ。本
ほー、女神スマイル。私今ベールが本物の女神様に見えたよ。見えたも何も、私たちは本物の女神ですわよ。そこは言葉のあやだよ。とにかくありがとうベール、遠慮なくおんぶに抱っこさせてもらうからね。でもお座りはダメですわよ。まあハイプレイヤーのベールに手ほどきしてもらえるっていうのは純粋に心強いわね。私も当面はプレイになれることに専念するわ。そうそう、慣れは重要ですわね。そのうち連続96時間はプレイできる不屈の精神力が自然と身についていきますわ。今回はガチ攻略ではありませんから、もちろんプレイスタイルは不問ですけれど。ちょっと待った、96時間って丸4日じゃない。そんなゲート自然と身につくわけないでしょ。それ途中で寝落ちしたりしないの？オンラインゲームの攻略において不眠不休は基本的なスキルですし、通販で買ったドリンクさえ飲んでおけば少々のことぐらいでは。女神様は特殊な訓練を受けているから、良い子のみんなは絶対に真似しないでね。私との約束だよ。はいやはははは。四徹中に何度も思いましたの。ゲームの中の私こそが現実で、現実の私は仮想なのではないかと。ああ、さっきもサービス終了の話が出たけど、ベールみたいな人たちって遊んでいるネトゲ自体がなくなったらどうなっちゃうのかしら。世界の終焉を食い止めるために抗議デモを行うっていう話を聞いたことがあるわ。いやいや、異世界転生だよ。別のネトゲに引っ越すだけだよね。ああ、そんな不吉な話題はもうおやめになって。四女神オンラインは不滅ですわ。並みでとっても新鮮ですわ。フィールドや街を歩いてるだけでも楽しいって思える感覚ってどんなゲームでもとっても重要だよね。あらネプテューヌ、なかなかお分かりになってるじゃありませんの。この世界の空気に浸っているだけで楽しい、だからこそどれだけ時間を費やしても惜しくない大好きなゲームになるのですわ。なるほど、こんな風にだんだんリアルよりもこの世界の方が居心地が良くなって抜け出せなくなっていくのね。ネプテューヌまで気づかぬうちにネトゲ廃人の泥沼に片足を突っ込みつつあるとかじゃないわよね。そんなことないよ。自覚症状がない分、
気づいた時にはもう、私までそのうちベールみたいになっちゃうってこと？まあ、私のようになることがそんなに嫌なんですの？悲しいですわ、クスン。はいはい、バレバレの嘘泣きはしないように。まあ、世界を歩くのが楽しいっていうのはなんとなくわかるわね。これは掲示板ですわ。オンラインゲームには必要不可欠なものですわね。パーティーを募集したり検索したり、攻略情報を質問したり雑談したり、使い方次第でゲームの幅が大きく広がりますわ。ここで他のプレイヤーと交流ができるのね。有効に使っていきましょう。ポッチ疑惑のあるノアールも掲示板を使えば友達100人できるかもね。発言を撤回しなさい。やれやれ、ほんとノワールはネプテューヌにかかると刀なしね。あら、ブラも同じく煽り体制を身につけると吉ですわよ。毎度私を煽っているのは誰なのかしら。そこの黒騎士さん、アイテム買わない？あら、何を売ってくれるの？百聞は一見にしかずだ。直接あんたの目で確かめてくれよ。ここだけの話、誰もが喉から手が出るほど欲しがるものを提供してやれる自信があるぜ。誰もが喉から手が出るほど欲しいもの？もしかして、あんたが思い浮かべている通り。友達ね、友達でしょ。友達に決まってるわ。は？声をかけてくれたのに悪いけど、友情はお金で買えるようなものではないはずよ。それじゃあ私はこれで。アプローチを間違えたのかな。